昨日と羊戦争とは、下関条約によって、日本への台湾割譲が決まり、上陸した日本軍に対して、新国の暫定や一部の台湾住民が抵抗し、戦闘となったものである。当時の公文書や1895年11月の台湾総督、河山助則による台湾平定宣言に基づき、台湾平定のほか、台湾平定作戦、 あるいは台湾政党と呼称される。日清戦争の残敵総統戦であるため、日本政府は、この戦闘を日清戦争の一部として取り扱っている。名称は戦闘の起こった1895年の江戸が木の都羊であったことに由来する。北白川の宮吉久親の明治28年4月17日、下関条約によって日清戦争が終結し、 日本は新国から正式に台湾の割譲を受け、両国間に平和が回復した。台湾割譲に反対する新国文部官は列強の干渉を呼び込むために、イギリスやフランスに台湾を対応する計画などの割譲阻止工作を実行した。また5月25日には台湾民主国の建国を宣言した。しかし、三国干渉の結果に満足したロシア、ドイツ、 フランス等の列強は台湾民主国を承認せず、イギリスも動かなかった。日本政府は台湾における武装放棄の法を受けると、武力平定のため、一旦両党に向けられ、第二軍の霊下に入っていた陸軍中将、北白川宮吉久新郎を師団長とする、この医師団を台湾に派遣。この医師団は5月27日に沖縄県において、 総督一行と合流した日本への台湾活動が決定したにもかかわらず、それを阻止しようとする清朝の一部の人間が台湾民主国の独立宣言をしたため、日本軍は5月29日、新朝との間の授受式を待たず三天閣に上陸したが、台湾民主国首脳陣は逃亡。しかし三天角に上陸すると、若干の攻撃を受けたため、 総統選を行った。6月2日、李慶法と川山総督は台湾受受の手続きを行い、日本は台湾を正式に領有した。6月6日には民主国総統の統計数をはじめ首脳人が大陸に逃亡。台湾民主国に雇われていた関東人傭兵が治安を乱したこともあり、6月14日には台北の住民は、 治安維持のため日本軍に対して、古典社会を施設として迎え入れ、台北は無欠解除をされた。6月17日、日本側は台北で台湾総督府市政指定式を行い、さらに南下したが、各地の民軍が抵抗したため、第2師団と混成第4旅団を増派した。8月20日、日本軍は台南を南北から攻撃。10月19日に、 民主国大将軍の留英福は密かにドイツ商船に乗ってアモイに逃亡し、敗れた兵は死産した。22日、日本軍は台南に入場。29日にはアビラに入り、11月18日にカバヤマ総督は全島平定宣言を発した。その後は、年末には北部で、翌年初めには南部で放棄が起こり、1902年まで、 ゲリラ的な抵抗が一部で発生した。統計数カバヤマスケの百8 9 4年7月1日、新朝は日本が海戦とともに台湾を攻撃することを予防するために台湾の警戒を命じた。さらに7月24日、福建水師総督のヨウギチンと関東南沖キチ総兵、劉英福を台湾に派遣し、ヨを方便台湾部を務むに任じた。 その後人事の移動がいくつかあり、当慶数が台湾巡部として台湾防衛に当たった。また新朝は台湾で教師をしていた岡愛好に義勇軍を組織させた。11月、日清戦争の敗戦が濃厚になる頃日本の台湾領有の意図を察知した朝のほらと弟子の党、慶数は新朝の防衛戦を維持を目的とし、日本への割上を回避するために、 外国の介入を導くために台湾をイギリスやフランスに貸し出すなど様々な案を練っていた。1895年1月、日本の勝利が確定的になると清はイギリス、アメリカを仲介として終戦条約を打診したが、両党半島、台湾領有を目指していた日本は受け入れず戦争は続いた。3月下旬、終戦交渉が行われる中、 方向日本軍が制圧した。3月30日の日清急戦条約でも台湾は急戦地域から外されていた。新朝内部では割譲反対派と講和のためには必要だとする一派に議論が分かれていた。実際に交渉の段では新朝側は当初実際に占領された法典の一部や方向はともかく全く兵の及んでいない台湾については全面拒否。 二度目は、部分的な割譲なら受け入れるという返答を返した。4月17日の下関条約での日本への割譲が決まると、台湾の指針な不平勢力は慎重に対し上層し、また、党に対して交渉し、台湾に在留することを求め、4月23日の三国干渉による、両党半島の貫付を知り、列強の干渉による基調に望みを託した。5月1日、 新朝は、在仏の王の春に、台湾割譲阻止を狙った交渉フランスと始めるように指示した。5月3日、こうした情勢を受け利交渉は再度台湾、割譲を見直しについての再協議を持ちかけたが、伊藤博文はそれを拒否し、5月10日、河山助のを台湾総督と軍務司令官に任じた。台湾の文武官と商人たちは朝のほらの副案であった。 新朝内部に止まり抵抗するという策を破棄し、独立国として抵抗することを決め、5月25日、統計数を相当、劉英福を対象軍とする台湾民主国の建国が宣言された。党は新朝の文武官に挙手を明らかにさせたところ、他の多くの官僚と共にようとその配下の部隊は帰国した。また劉英福は台南へ本拠地を移した。 一方で、当時の台湾の状況には、異論が存在する。1904年9月25日のニューヨークタイムスは、当時の台湾の状況を、新国や諸外国の無法者が逃げ隠れる創屈、新朝は入植後も事実上この土地を放置し、その荒涼な無法者天国を、放任状態に置いたとして治安が悪かったことを、伝えている。また、 台湾近海を航行する諸外国の船舶が殺害、略奪される海賊行為が繰り返されたため、米国をはじめとする諸外国が新国に苦情を訴えていたことを紹介し、そのため新朝は日本への台湾活譲を喜んだだろうとしている。5月26日、カバヤマスケノリは台湾民主国建国宣言の法をイギリス棋戦から得ると、授受式を待たずに、 キールンを攻略することを決定した。上陸付近に駐屯していた台湾民主国軍は、ほぼ無抵抗であったが、31日の3.0で、若干の抵抗があった。6月に日清側の活動責任者であった、立根義は、活動反対派に暗殺されるのを恐れ上陸せず、キールン沖で蒲山との間に、台湾切除の手続きを行った。この時、 李の台湾自治公文の草案にあった台湾民主国についての文言は民主国を認めることと同義であると、カバヤマは削除した。6月4日、日本政府は各国領事館などに日本が台湾を領有したので台湾海峡間の交易は安全であると伝えた。おっきてでろえいする、この絵師団長の吉久親王一行。 この写真をもとに描かれた台湾語呂英の図と題する絵画が靖国神社の優秀館に吉久神道に関する展示物と共に展示されている。5月29日、この石団が台湾に上陸すると台湾民主国の党を含む首脳陣は逃げ台湾民主国に雇われていた関東人傭兵が治安を乱したこともあり6月14日には台北の住民は 治安維持のため日本軍に対して保健境を施設として迎え入れ、台北は無欠解除をされた。6月17日、河山助の台湾総督は占領した台北で台湾総督府市政指正式を執行した。また帰国を求める北部の旧新国軍に対し、河山は淡水において帰国事業を行った。当初河山は占領は容易であると考えていたが、後に、 上海の英国系新聞のオースチャイナ・ヘラルドが日本の犯した大きな過ちは島に住む白カその他の中国系農民の気象と力を過小評価したことだと指摘したように中南部において交戦はますます熾烈となった。台南を任されていた劉英福を中心にした台湾民主国軍と漢人系住民義勇兵は日本軍に対し高山地帯に立てこもって ゲリラ戦で汚染した。その際には、鉱山族に対抗するための組織であった、IU 制度が、抗日運動の基盤となった。6月19日、川山は、伊藤博文に、台湾は、名義的には、日本領土であるが、残留新兵が攻撃をしてくるため外政と変わらない、状況なので、台湾に勤める文部書官員は外政従軍者扱いにしてやって、欲しいと。 台湾に残った、新国の兵が、下関条約に違反して、攻撃を仕掛けてきている危険な現状を報告し、台湾勤務者の待遇改善を苦心した。伊藤博文内閣はこれを8月17日付で、承認した。台湾三隅雄内藤大塞サムセンの津川山は、増派しなくとも、この絵師団だけで台南まで陥落できると考えていた。しかし、 新築を占領した、堺主体と台北との間の連絡が、ゲディラ戦の影響で20日以上取れなくなり、ゲディラ戦の主力であったタイラチンの抗日軍を落とせず、それに抗応して、台北でも反乱が起きると、北部の占領にさえ兵力が不足していることが判明し、カバヤマは南部攻略を先送りにした。7月に大本営は、増派を決定し、伊藤内閣も7月16日、 台湾情勢は、百字指南の境遇にあると認識を改め、即に、鎮定の走行を持ちむので、鎮定までの間は、法規等に工程せず、万寿貧章に相運行はずに申し合わせた八箇条を、内閣閣礼として通達した。この間、川山は、この絵師団を用いて7月29日に、旧台北府管内を制圧が完了した。日本軍が、土兵や土飛と呼んだ。 義勇兵は大軍を見たら、白旗を上げて、笑顔で迎え入れ、少数になれば、後ろから襲いかかって、日本軍を攻め立てたために、日本軍は対策として、村丸ごと殺戮するといった強行手段に出た。このことがさらなる反発を呼び、抗戦運動を長引かせた。また、山岳地帯は天然の要塞となり、日本は、 各防衛拠点に人数を分散せざるを得なかった。上に、十分な情報の通信ができなかったことが、苦戦の直接的な原因とされている。こうした困難は、新聞に掲載された兵士の手紙などによって、日本国民にも知らされていた。さらに大本営は8月6日に、台湾総督府条例を定め軍政に施行した。何度も、増軍がなされ、 最終的には2個師団以上の戦力となった。台湾中部においては、はじむ系かさが中心となって抵抗を行っていたが、昇華は8月末には陥落し、日本軍はウリン地方大、林に進出した。同地の地主であった管理は、日本軍を抵抗せずに受け入れたが、一部の軍プラが、浮上師を官員殺害したために、反旗を昼大し、国旗軍の部隊と共に、 日本軍を襲ったために日本軍は北都系北岸まで退却した。ノースチャイナヘラルドによれば、抗日軍はこれをもとに日本軍は不条を暴行し、家屋の中を荒らし、田畑を奪うと宣伝したところ、台湾各地の老若男女は義勇兵として郷土防衛のために抵抗した。これによって日本軍は赤痢、マラリア、 格気などによる兵員不足に対する休養も兼ね、南方への前進を止め、台南に侵攻できたのは10月であった。劉英福は外国の介入による終戦を狙っていたが、日本軍によって三方から台南府を攻略にかけられると、10月19日、台南府から逃亡して、アモイに向かい、台湾民主国軍は最終的に崩壊した。 1895年11月18日、河山総督は台湾平定宣言を東京の大本営に報告し、台湾平定戦は終結した。この戦闘で日本は約7万6千人の兵力を投入、死傷者5320名、さらに軍部7千人の死者を出し、台湾民主国軍をはじめとする抵抗勢力は義勇兵。 住民合わせて1万4000人の死者を出したとされる。慌たたいい清流島を振り下ろす残留神兵との戦闘を描いている残留神兵との戦闘が終了して台湾兵定を宣言した後も各地で一部抵抗は続いた。しかしその中心は日本からの独立というものではなく、日本の一部としての自治権や生活に関わる運動などが主流であった。 台湾平定宣言以降の戦闘は日本の台湾開発とそれによって起こる生活環境の変化、武装解除に反対する現地住民との圧力など多様な事情が原因となった。また、小脳の生産拡大を求めた台湾総督府は平定宣言を出す直前の八百九十五年十月に比例二十六号、関遊林や及び小脳製造取締り規則を 発令し、無主地を勧誘地と定めたが、高山地帯において狩猟などを前提とした、鉱山族や平野に住む平ら保族所属にとって、生存権を脅かされる死活問題であったために、これも抵抗激化の一因となった。この台湾原住民との戦いは、西番討伐と呼ばれ、12月には、台湾北部の議ンが包囲され、翌年元旦には、 台北城が襲われるなど激しい抵抗が続いた。翌年3月31日、台湾総督府条例、台湾総督府評議会焦点などが制定、交付され、台湾は、軍政から民政に移行すこととなり、大本営は解散した。漢人のテロ行為を含む抵抗は1902年まで、続き、鉱山族の抵抗が終了したのは、リシゲル史上最後の未基準。 シュゲルとして有名であった高尾周期三軍の部ヌンバタ、玉穂社の200名余りが、東木、ラホアレを戦闘に下山し、州長玄関で基準式を挙げた1933年4月22日のことだった。戦争終結時における、安国神社の合祀基準には千病死者が含まれていなかったが、1899年千病死者を合祀するための特使が出され、 追加合祀された。日本軍の病死の扱いを大きく変えるきっかけにもなった。皇族としては、初めての外地における殉職者となった、吉久新能であるが、新能を主催神とする神社が、台湾各地に数多く創建された。台北に台湾神社、終焉の地には台南神社が創建された。これら吉久新能を祀った六十の神社は、 台湾の主権を取り戻した中華民国政府によって全て破却された。なお、台湾総督府が会長した6月17日は台湾市政記念日とされ、台湾で重要な祝祭日とされていた。台湾平定戦争日本の帝新章は台湾の台南で病没した吉久親王の肖像を描いた記念切手を同じく病没した。 たると新能と共に1896年8月1日に発行した。この切手自体には記念切手名は描かれていないが、当時の新聞では明治二十七八戦役戦勝記念と紹介されたほか、現在では桜日本切手カタログなどでは日清戦争勝利記念切手と紹介されている。吉久新能が上陸した沖底の地に台湾総督府は、 花崗岩でできた北白川宮政党記念碑を建設し、日本による台湾統治の起点としていた。しかし、台湾の主権を取り戻した中華民国政府により、破却され、跡地には1975年に公日記念碑が建設された。なお、記念碑であるが2005年に一部分が修復されたが、北白川宮政党記念碑の碑文は外された状態である。 第二次世界大戦終了まで日本政府側や台湾総督府の資料の重要部分が未公開だったために戦前の研究は乏しい。しかし戦後、そのような資料や中国や台湾側の要人の回想録や日記、国民党政府が管轄していた資料を、当時台湾に在留していた外国人の記録などが公開され、 また共同シンポジウムが開かれるなど研究が進んでいる。日清戦争の一部と考えるか、別個の戦争と考えるかについては、議論が分かれている。古典的な研究としては、台湾人による台湾民主国の研究、日本統治下の台湾、抵抗と弾圧が、各国資料と戦手を突き合わせたものとして、研究の基準となっている。なお両者とも、 台湾民主国の建国自体は、富裕層や官僚主導だが、日本軍の無差別殺戮などに対する反感が、全大的な強度防衛戦を引き起こし、民主国自体は新朝への復帰を狙ったものである。ものの、1896年の前半までは抵抗の旗印として機能したという主張をしている。現在台湾独立派の研究者であっても、抗日運動とする、 終焉用と抗日戦争を採用する語がおり、用語の選択は分かれている。しかし、台湾人研究者は、台湾民主国の抗日運動の狙いが、近代西洋的な意味における独立でなく、清への復帰を目指したものであったとしても、郷土防衛としての側面は高く評価する傾向にある。一方で、中国人研究者は三国干渉の再現を狙った、 日吉川の防衛戦争として、台湾防衛戦争という呼称を用いている。日本の日清戦争研究において台湾は重視されてこなかったが、大江文の夫の発表以降、日清戦争全体における台湾の問題を扱う文献が急速に増えた。大江は日本最初の植民地戦争であることを強調し、1915年までの台湾植民地戦争のうち、 1895年3月までを台湾征服戦争とした。現在多くの研究者はこの故障を用いている。また作戦面での分析を行った海能も治安作戦が征服のための戦争に変貌して行ったことを指摘している。これらの研究は日本から見た戦争という側面を色濃く残した日本史的な研究である。東、 アジア史という側面から見た研究として、日台戦争という語が一部で使われている。この語は1995年の日清戦争100年国際シンポジウムにおいて、檜山幸雄が最初に使用した。日清戦争秘蔵写真が明かす真実によれば、日清戦争全体における日本軍の死者の半数を出したという規模の大きさと大本営の関与の仕方。 戦闘の主体が新国軍ではなく台湾民主国及び自主的に組織された義勇兵に移ったことなどが主な理由としている。他に日台戦争の採用者には駒込武氏がいる。日台戦争のほか、台湾征服戦争、台湾領有戦争、台湾植民地戦争、抗日運動も存在するがその内容や戦闘終了後100年以上も使用されたことがない。 名称であることなどから、日台戦争と同様の意義が存在している。NHK が2009年4月5日に放送した、NHK スペシャルシリーズ、ジャパンデビュー内でこの戦争について、日台戦争の語を使用したところ、産経新聞は番組に出演した、台湾人が批判したほか、この戦闘に参加した死者のほとんどは病死者であった、事実を伝えていない点や、また、 国立国会図書館の論文検索で、日台戦争という言葉は見つからず、学説と呼べる代物なのかなどと批判した。また、日本理当記ともの会の関係者は、平成に入って用いられた造語であり、一部の大学教授が使っているが原点は戦争の定義もしておらず、治安回復のための総動線に過ぎないと主張している。これらの批判に対し、 NHK は檜山が1995年から用いている言葉であるから使用したと説明したが番組に出演した台湾人、パイワン族や視聴者から集団訴訟を起こされる事態に発展した。ありがとうございます。